はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは、こたつです。シボ、ヤーニング、やっていきたいと思います。では、お墓参り行きましょうかね。家の中を一通り見て回ったはずだけど、姉様の姿はどこにも見当たらない。もしかして、お墓参りに行ったのだろうか。こんな暗い時に？でも、心当たりがあるのは今はそこだけだ。村の人に頼んで探してもらった方がいいのかも。だけど姉様なしで一人で村の人に会うのは、どういうわけか、とても不安だ。それは絶対に嫌だ。やっぱり、自分一人で探しに行こう。墓地へは玄関から向かうのが一番近いはずだ。お墓だから、普通に玄関から出ればいいのかな？わからないので、まぁちょっととりあえず玄関まで行ってみましょう。もうね、お化けなのか何なのかわかんないけど、もう、あいつたちにはもう、楽勝ですよ。隠れる場所が近くいいとね、出てくるんで。で、玄関どこだっけ？玄関は姉様の部屋を過ぎて、切り替わったとこだっけ？村人に会いに行くわけではないんだよね。あ、そうそうそう、この辺、この辺。あれ違うな。まだか。よし、この辺だ。ちょっと怖いけど、行ってみよう。お？姉様？ねえ、おりん。私はずっと不思議に思っていることがあるのだけど、人の魂は生まれる前はどこにあるのかしら？お空の上とか、地面の下とか、そういうところからやってきたの？あるいは、父様や母様が、魂を私に分けてくれたのかしら。魂はと、もうそろそろ墓地だ。お墓参りには何度も来ているけれど、いつも昼まで姉様と一緒だったから、夜に来るとさすがに怖いな。姉様、ここにいるの？いや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 、夜のお墓は怖いでしょう。手洗う場所だね。墓地とは反対だけど、姉様が寄っているかもしれない。こっち行ってみようか。灯籠。怖い怖い怖い。狐の彫像だ。この狐もいいけど、私は左の狐の方が好きだな。ふっ、かわいそう。ああ、いた。ちょっと待って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 、中に入るとは思ってなかった。子連れの狐。狐は穀物の神である、稲荷神社の使いだと言われているのよ。豊作を願ってお祈りされることが多いみたい。お供え物をする人も多いの。こうやって物を大事に扱うのはいい風習だと思うわ。この狐たちもお供えの油揚げで喜んでいるようだわ。ほうほう。で、こっち。
私は、この先へ行くと村から出てしまう。ああ、なるほど。じゃあ、こっちか。じゃあ、本堂に入ったらいいのかい？これ。入れると思ってなかったからさ。お邪魔しまーす。姉さんはここでお坊さんと話すこともあったな。はは、おゆきや、墓地の木を幽霊と見間違えたのかい？ええ、びっくりしました。こういう場所だから、何でもお化けに見えるのかしら。はは、その通りだね。何かを怖がっていたり、不安に思っていると、何でもないものが恐ろしいものに見えてくるものだよ。自分の中の恐怖心が、怪異を作るんだね。意外と姉様は怖がりなんだね。私はへっちゃら、だったもん。私は怖がってなんかいません。ははは、案外、自分のことが一番怖がらないものだよ。そうだぞ。姉様には私がついていないとね。はいはい。私は怖がりでございます。そんなことより、お墓にお供えるものが何かないかしら？はは、ご両親の墓参りだね。お清めした花を持っていくのはどうだろう。きっと、ご両親も喜んでくれるに違いないよ。ごめんなさい、ちょっと某ネズミさんになってしまいましたね。はい。なるほど。どう、なんかお経なんか書かれてない、これ。この棚の中にお墓に備えるものが入っているのかな？え、開けちゃうの？いや、鍵かかってるでしょ、普通に。はい。鍵穴がない。鍵穴がねえ。どうやって開けんの？命なき従者に、貢ぎ物と願いをつなえよ。貢ぎ物と願いをつなえよ。ほう。ほうほうほう。供え物、貢ぎ物？おぉ、このキーッて音がすんげえ怖えよ。さあ、じゃあお墓の方に行けばいいのかな？お墓。この辺なんもないか。お墓。お墓怖いなぁ。落ちこ、血のついた扉、開けちゃってしまったよ。物語を記録しました。お姉様の部屋か。お姉様の部屋？なんでこんなとこに？どうして姉様の部屋がこんなところに？どういうことかわからないけど。姉様の部屋にいると、やっぱり落ち着く。休みたいときはここに戻ってこよう。なんで？これは一緒だね。あ、違う。鏡の表面が所々欠けている。さっきもこんな風になっていたっけ？だんだんと、妹の顔が、ボロボロと落ちていっているとか、化けの皮が剥がれるってやつ？お、登ってる。登ってる、登ってる。坂になってる。これは？これ関係ない。これは？壊れてない？このお墓。お、なんか魚、笑ってる。まだ続きそうだな。じゃ、とりあえず手前を行ってみるか。何？あ、供え物？皿の上には食べ物ではなく、石が乗っている。これは食べることは誰もできない。これを食べることは誰もできない。なんかパリーン言うたよ。お皿が割られている。これは、魚のおもちゃを乗せていた。ああ、供え物こんなもん食えわー、みたいな。食べ物はどこにも落ちていない。お皿の上には何も乗っていなかったのかな。かまどの中に石が突っ込まれている。どうしてかまどがこんな場所に？
これ関係ない。ええー、怖い怖い。この包みは、姉様が同じようなものを持っているのを見たことがある。さあ、お弁当ができたわ。今日は体調もいいし、出かけようと思うの。オリも一緒に行きましょうか。ほう。これもらうの？竹の皮に包まれたものが置かれている。おそらく食べ物を包んであるのだろう。紐で固く縛られていて、無理に開けると中身が壊れそうだ。あ、取れないんだ。あー、なるほど。これなんか歯、ん？おー、崩れてる。石が積まれていて、先に進めない。この形、米俵の積み方と似ている。あー、なるほど。米をよこせと。なるほど。ってことは、あの、紐をどうにか切って開けて、みたいな感じ？お地蔵様が並んでいる。ここは確か、ここで嫌な人に話しかけられたことがあったっけ？嫌な人？嫌な人？いやあ、おゆき。こんにちは。おや、おりんも一緒かい。もしかして、一人で墓地に来るのが怖いのかな？そうそう。どうしても怖いから一緒に来てって言われてきたんだよ。もう、そんなわけないじゃない。お化けが怖いとかではなくて、どんな時も私をおりと一緒にいるの。はは、わかってるって。でもな、おゆき、もうそろそろ。ん？もうそろそろ何？もうそろそろなんだ？あの男の人にはとても嫌な印象を持っていたけど、姉様のことをからかったからだったっけ？いや、あの後、確か、あの人がとても嫌なことを言ってきたような。ダメだ、続きを忘れてしまった。肝心なところを忘れてる。神様が祀られている小さな社だ。扉が閉まっていて中の、ご神体は見えない。勝手に触ったらいけない気がする。あ、開けちゃいけないのね。はい。石が積まれている。この積まれた石、この間を進むと、父様と母様のお墓の方へ進むはず。この先の道は迷いやすいから注意しよう。ちょっと後にしよう。こっちは？こっちも続く。続くんだ。はいはいはい。これはなんだ？これで関係ない。え、隠れる場所じゃないのあれ。これは？リン。汚れているけどよく見ると何か文字が書いてある。リン。これ、私の名前？私のお墓のつもり？一体誰がこんなことを？どうしてこんなひどいいたずらをするの？私は死んでなんかいないし、幽霊でもない。それは絶対に確かだ。誰でしょう、こんないたずらするやつは。最低な野郎だ。あれ、なんか壊れてる。あ、なんか壊れてる。あ、カカシだ。畑もないのにどうして、カカシが？場違いの場所にカカシがあるのを最近も見た気がする。なんか赤い。手がないよ、手がないよ。手がないよ。小杉行くと村から出てしまう。じゃあ帰ろう。じゃあお墓参り行きましょう。さあ、ではお墓参り。迷いやすいから注意しようって言われてたね。で、立て札に何か貼られている。どうやら本の一部を破ったもののようだ。読んでみよう。道が塞がれてしまいましたが、女の子は火のついた松明を投げて、それの注意をそらしました。おとぎ話か何かかな？こっち？
せめて左なのか右なのか教えてくれよ。この不気味な気を見てお姉様は、確かにお化けっぽいね、顔になって。聞いてよ、オリン。この前、薄暗い時にここを通りかかったら、あの木がお化け見えてびっくりしちゃった。あはは、そんな怖がりだとは思わなかったな。本当に自分でも名付けないわ。確かにあれは、こんなん目の前で見れたらちょっと怖いね。それがただの木だとしても、お化けと見えるか、人の顔と見るか、それは見る人次第だ。オリ、なんか冷静だね。ちょっと迷いやすいよ、本当に。ちょっと左を行ってみよう。こっち行けない。お？この灯籠を使うことができるみたい。中にロウソクも入っている。でも明かりは特に持っているし、火をつけても意味はないかな。それで松明か。なにこれ。木で作られた蝶が吊られている。飛べない蝶。ちょっと待って、これは、はいーてぃー。隠れられないよね。やばい、くる。どうしろと？これ通るの？通るんじゃないよね。これ通るの？いや、怖い。ちょっと待って。え？え？ちょっと待って。どうすんの？後ろ通るの？いやでも、後ろ通るの？どうするんだい？読んだっけ？読んだか。読んじゃった。松明。こっちは？特に、ないな。で、こっちは？こっち、左は？誰か座ってる。姉様とばあ様と三人でお墓参りを来たときは、ばあ様のためにここで休んだこともあったけど、今は早く住みたい。井戸から水を汲む桶が置いてある。水を飲みたいわけではないし、放っておこう。井戸がぽっかりと口を開けている。姉様が落ちていたらどうしようかと思ったけど、中に見えるのは薄暗い水面だけだ。私、今何か変なことを考えていた。井戸を覗き込むのはやめよう。ごめん、読んでなかった。何？なんでポッタン？よ、開いてる。神様に祀られて小さな社だ。扉が少しだけ開いている。私のお願いを神様は聞いてくれるのかな？姉様が見つかりますように。桶がある。なんかこれは人の遺体が入っている棺桶だ。普通は地面の下に埋められているはずだけど、まさか。開けちゃうの？真っ暗い。人形？炭で塗られているのか焼け焦げているのかわからないけど、それにはあまり触れたくない。
近くには短刀が落ちている。遺体を埋葬する前、悪霊が入らないようにと、魔除けの刃物を遺体の胸の上に置く風習があるけど、その時に使ったものだろうか。私に扱える、私に扱えるくらいの小さいし、何かに役に立ちそうだ。拾っていこう。いいの？ああ。人形いない。人形はなくなっている。見ていない間に人が、動物がどこに持っていったのかな。あるいは、勝手に動き出したとか、やめてよー。この先言うと村から出てしまう。あ、これか。これであの紐を切ればいいのか。なるほどねー。えい、ドッポーンって、ドッポーンって、ドッポーンって。なんか井戸に落ちた音か、なんか上がってきた音するよ。大丈夫、なんか上がった音したよ、今。ああ！めっちゃ咳込んでる。めっちゃ咳込んでる。めちゃくちゃ咳込んでますよ。ここは、姉様の部屋。いつの間にか戻ってたんだろう。持ち物が減っている。さっき影に襲われた時に落とし落としたのかな？戻って探してみよう。待って、剣じゃない、担当、嘘でしょ？でもあれ早いよ？どうしたらいいんだ？松明ないし。どうしたらいいんだい。前に来た時に、ここの前で村の男の人に話しかけられたっけ。ああ、これさっきのやつね。さっきここだよな。ここで、今度右だよな。落ちたってさっきの場所に落ちたのかな？この辺だっけ？あった。落とし物を見つけた。あいつからじゃ強制的なあれかな？イベントかな？で、こっち行ってないな、そういえば。ここは？あなたはいろんなことを見聞きしてきたのね。お雪の姉様のこと、ばあ様のこと、村の人のこと。でも自分のことはちゃんと見ていたのかしら？自分自身の姿や、自分自身の居場所を。あなたは一体、他の賭けとは違うみたいだけど、姉様のことを知っているの？あなたはどうして あの家にいたの？また、その質問？私が家にいるのは、私と姉様と婆様が家族だから、違うの？なんと、なんとその問いかけの意味とは。お。これ隠れられないの？隠れる場所じゃないのこれ。なんか今回あれだね、隠れる場所がないね。この中入るの？なんか血があるよ。机の上にシミがついている。手形。何かがべったりと机についている。手に上に何か置かれていたのかしら。行き止まり。ここは？扉びくともしない。なんか置くんだろうね、あそこに。じゃあ、竹、
竹の皮で包まれていた何かを、お供え物を受けに行っていいの、罰当たりだけど。まあ、その前に今回はね、この辺で終わっとこうかな。うん。ちょっと姉様の部屋に行って、終わっておこう。いやー。初めてなんかあのモンスターっていうか化け物に捕まってしまったけど。ねえ。で、ここだよな。とりあえず、包みを開けに行くだけ行こうかな。うん、そうしよう。ここだったよね、確かお供え物。開けに行って、行こうかな。これを開ければいいのかな？で、ここで、ここで、はいよ。貯金。これは油揚げだ。私は食べないけど、お供え物として使えるかな。だそうです。ほんほん。じゃ、油揚げ。ゲット。では、姉様の部屋に、行きましょうかね。いやー、今回も怖かったですね。そして最初さっき出会った化け物さ、なんか灰、灰みたいな形だったよね。そしてすごいゲホゲホ言ってたけど。井戸に落とされた人の自爆霊なのかな。いやー、はい、物語を記録しました。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。